営業をやるためにその会社入りました。これ結構珍しいパターンでして、社長になるためにはトップセールスだよな、いろんな営業の人の話を全部聞くと最強の営業になれるなって、はいはい、100人の営業を集めた交流会とかやったんです。ネキムンムンでですね、はい、12月なんですけど、はい、クーラー入れました、熱みたいな、そのコミュニティに参加したいですもん。みなさんこんにちは、アマノスコープの時間です。今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日はですね、セールスギルド株式会社から代表取締役の古瀬さんをお迎えいたしまして、営業についてのですねお話をたくさん聞いていきたいというふうに思います。めちゃくちゃですね、皆さん参考になる話増えると思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。すみません、古瀬さん、ちょっとですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけども、はい、簡単な自己紹介と、はい、あと会社とか今の取り組みのご紹介なんかをいただいてもよろしいでしょうか。わかりました。はい、セールスギルド株式会社の古瀬貴博と申します。私はですね、営業という仕事がすごい大好きでして、営業を、まあ、十数年やってるんですけれども、うん、営業にまつわる、活動を3つやってます。はい。で、1つは、営業支援事業ということで、はい、まあ、いろいろな会社さんを、営業できるようにしてあげるというコンセプトで、うんうんうん、営業のアドバイスとか、はい、コンサルティング、あとは、営業の代行、はい、代わりに営業してあげるっていうところをやったりとか、はい、あと今後その教育というか、はい、研修とか、人材紹介、そういう企業で営業のお困りごとをいろいろ解決するために、はい、お手伝いするということをやってます。はい、でそれが一つ目なんですけど、はい、もう一つ目は、営業のコミュニティですね、はい、を運営しております。はい、あまり営業のコミュニティって存在していなくて、はい、いろんな会社さんの営業の方々が集まってきて、はい、意見交換とかし合ったりとか、はいはい、そういうのを3年半ぐらいやってまして、はい、セールスギルドっていう名前のコミュニティを作ってます。なるほど、これも社名。なるほど、なるほど、はい、でそれ自体が今大体1000人ぐらいですね。1000人、はい、わあすごい。コツコツ自分でイベントを企画して、はい、集客して実行して、はい、まあ、60回ぐらい多分やってると思うんですね。あ、すごい、はい、はい、まあ、それが2つ目で、3つ目が、S1 グランプリっていう営業の大会をやっておりまして、はい、で、まあ、M1 グランプリの営業版みたいなイメージで、はいはい、まあ、トップセールスを、はい、の中でナンバーワンを決めるというような大会を行っています。はい、もうまさにですね、こう3つ今営業についてのはい、はい、やられてらっしゃることで、今最後におっしゃっていただいた S1 グランプリの方は、はい、おかげさまで、私も今回特別審査員ということで、はいはい、参加させていることになりまして、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。もうね、セールスのナンバーを決める大会ということですので、はい、もう何だったら僕は本当参加したいなって思ったぐらいなんですけど。出場の方ですか？さすがにもうダメですかね、僕の年齢だと。いや、まあ、いや、もう、いや、年齢関係ないんですけど、天野さんが出場されたら多分次回以降ちょっとこう皆さんビビっちゃってですね。いや、そんなことないと思います。参加できないみたいな感じになる可能性が。そんなことはないと思いますけど。でも本当にあれ、日付が11月の19ですよね。はい、もう各会場での予選というのは終了していて、はい、これからもうその本戦というか決勝というかですね。そうです。はい、すごい方々が6人、はい、もう集まっておりまして、はい、今その方々の中で、はい、どこのお話をすべきかというのを、はいはい、今決めていってる。なるほど、これ皆さん楽しみにしてくださいね。もちろん私も審査員役ですけれども出させていただきますんでと、はい、いうことでですね、もう冒頭から古瀬さんのお話もどこから聞こうかなっていうことになっちゃうわけなんですけども、はい、順番からいきましょうか。やっぱり一番最初は、はい、はい、営業の、まあ、いわゆる支援事業というかですね、はい、はい、こちらからじゃあぜひ、はい、はい、ありがとうございます。営業の支援事業自体は、はい、スタートは最初アドバイザーみたいな感じで始まったんですよ。はいはい。で、もともと私は、2009年に、はい、新卒で1社目に入って、はい、で基本的にはまあ、テレアポから始まっているんですよね。法人向けのソフトウェアの営業で、はい、自分でこうターゲッティングするんですよ、うん、どの会社が合ってるかな、はい、で、夜な夜なリストをエクセルにこう、ウェブ見て作っていって、はいはい、で、作ったものを翌日、はい、まあ、何十件とかです
ですね、こう電話をして、はい、自分で月に30件アポ入れて、はい、商談して、はい、まあ、販売、まあ、売ってですね、はい、フォローする、はい、まあ、古いタイプの全部やる営業をやってたんですよね。なるほど。でその時に売っていたものが、その、はい、あったらいいけどなくてもいいもの、要はニーズが顕在化してないようなものを売ってたので、はいはい、どちらかというと電話しても知らないし、はいはい、欲しいとは言われない、うん、なので会話をした中で、はい、その会話の問題とか課題を一緒に見つけ出して、はいはい、それを解決できますよねっていう提案が、まあ、メインだったんですね。なかなか売りづらそうな。難しかったですね。はいはい。大体一つの課が5人ぐらいいるんですけど、その中で、クロージングまで完結できる人が1人ぐらいしかいないみたいな、うん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 、そういうケースが多くて、はい、まあ、そこでまあ7年やっていたので。あ、7年やったんですか。あ、そうですね。おお、はい、ちなみに営業って僕これ結構皆さんに聞くんですけど、はい、最初から営業ってやりたかったですか。はい、あ、私は営業をやるためにその会社入りました。おお、これ結構珍しいパターンでして、はい、これ営業やってる方って皆さん営業好きで営業やってると思う方いらっしゃると思うんですけど、まあ、こう営業やってる方は分かるんですけど、はい、結構最初から志望されてない方多いんですよね。そうですよね。はい。藤さんもじゃあもう営業やりたかった。そうです。もう二十歳の頃に、はい、学生の時ってこう、就活があるじゃないですか。ありますね。はい。その時にやっぱり自己分析とか、将来どうなりたいかって考えるじゃないですか。はい。考える人もいますよね。はい、はい。私の場合は、はい、もう、逆算して生きてるんですけど、そこからずっとですね。はいはいはい、はい。やっぱり人生一回きりなので、自分にとってはやっぱ主観で生きてるじゃないですか。はい。なので、自分 の人生で自分は主人公だと思ってるんですよね。はい、はい、もちろんです。はい。はい、となると、最後最高になるに違いないって信じたいじゃないですか。はい、そうですね。その最高って何なのって言ったら、やっぱり、まあ、自由かなっていうの、はい、ふわっとしたものがあったんですね。はい。まあ、時間的にも金銭的にも余裕があって、はいはい、誰かのために何かをするようなことができるような、うんうんうん、まあ、そんな状況になってたいなっていうのは20歳の時に思って、はい、でも、そのまま普通に行ってもそうなれないだろうなと思ったので、はいはい、まあ、そうなるためには何か成し遂げないといけない。なるほど。じゃあ成し遂げるって何だろうかって時に、なんか具体的なもの出てこなかったんですけど、はい、まあ、なんか社長かなみたいな感じなるほど、なるほど、社長なろうみたいな。そうです、社長することが決まったんですよね、はい、なりたいとかじゃなくて、はい、ならないといけない。なるほど。で、社長になるためには、トップセールスだよなっていう、はい、のが、なるほど、そこで決まったんですよ。はい。じゃあトップセールスになるためには、はい、まあ、成長企業でいろいろ学びながら、はい、そこで勝ち上がっていくとめちゃくちゃ実力がつく、うんうんうん、ということで、じゃあベンチャー企業行こう。なるほど。ということでスターティアという会社に1社目決めて、はい、なるほど、そこでまあ鍛えていただいたと。なるほどですね。いうような感じ。なるほど。じゃあもう本当にテレアポから、またコールドコールから始めて、はいはい、リスト作りから、ね、リスト作りからやって、ターゲティングやって、はい、コールドコールしてアポが取れたら当然訪問する、はい、まあ、資料も自分で作ってと、そうです。で、クロージングしてという。はい、フォローもして、あ、フォローも紹介ももらって、クロセルもして、アップセルもして。はあ、ね、もうじゃあもう一人何役というか、もう入り口から出口まで全部やるみたいな。はい、開発以外ですね。あ、それを7年間やるとでも相当力つきますよね。はい、最初はすごいやっぱりきつかったですね。はい、はい、だってもうターゲティングも分かんないでしょうし、まず繋がんないですもんね、電話。そうですね。なんか、ね、はい、数を行動するのが最初苦手だったので、はい、テレアポするにも一個ずつウェブ見て、はい、この会社か、この会社はこうかな、あかな、よしって電話して断れた、はあ、みたいな。うわ、全然行動数が最初伸びなかった。そうなんですよね。もうそれ僕も結構そのセールスの、まあ、方々とお話ししたり、はい、まあ、コンサルティング入らせていただいた時に、はい、もうそれ一番やっちゃダメよって最初に言うパターンですけど、でも教わんなかったらやっちゃいますよね。はい、そうですね。だってかけるの怖いですし、何、はい、か言われた時に答えないといけないと思いますし、何、はい、か知らないといけないんじゃないかとか、はい、まあ、そういうのやっぱ経験されますよね。そうです。はい。で、だんだんそこもせずに、もうどんどんかけれるようになって、はい、そうですね、はい、はい、結構その頃って何件ぐらいかけてたんですか。でも私はまあ、周りもまあ100件ぐらいで、100件、はい、はい、で、はい、私はまあ、とは言ってもあんまりかけるの苦手だったんで、はい、まあ、どうですかね、まあ、60件とかぐらい、はい、でその代わり率を高める努力をしましたね。あ、でもこれ皆さんさらっと聞いてますけど、60件100件って相当1日の限界数ですよね。そうですね。はい、1時間20本かけれたらかなりのボリュームなんですよね。はいはい、ともう100件って言ったらかける、だから5時間とかかけてるわけですから、そうですね、
昼休みとか覗いたらもうずっと電話しててそれぐらいですよね、多分。はい。でも商談もやるので、あ、電話だけの人じゃないので。確かにこれコールだけじゃないですもんね。そうですそうです。当然話が詰まってるものもあれば、はい、ファーストコールのものもあればっていうことでたくさんあるわけの中のってことですもんね。なので最初は、まあ、はい、ずっと電話だけの時は周りの人100件とかかけながら、はい、まあ、自分はちょっと100件まではかけれなかったんですけど、はい、まあ、5、60件かけながら、うんうん、まあ、アポに3件取っていくみたいなのがだんだんできるようになって、はい、でそのうちまあ、アポ取りながら商談していくってことになっていくので、はい、じゃあこう午前中の2時間しか電話できない、午後は3、4件訪問があるみたいな状況になってくるんですよ。そうですね。はい。ただもうその 2、30件の中で、2、3アポ取れるにはどうしたらいいかってなって、まあ、午前中に 2、30件かけて、アポ率10%みたいな感じでアポ取って、はい、午後商談行って、みたいなことを、まあ、やれるようにだんだんなってきます。なるほど。これがもう原点なんですね、古瀬さんのもう。はい。そこから、その支援のか、まあ、もちろん社長になるというのも決まってたわけですから、はい、あ、そうですね、はい、まあ、7年間それを、まあ、腕を磨かれて、はいはい、で起業されると。そうですね、7年間やって、はい、で1回転職を楽するという会社に、はい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 、1回ちょっと営業以外に少し挟んだんですね。生産管理部っていう後ろ側の発注業務調達側に1回行って、はい、まあ、そこ学んだ上 で、うん、でまたその中で営業してくれって話、はい、で営業ちょっとしたら、まあ、もちろん成果が出て、はい、その時に営業って楽しいなってなったんですね、はいはいはい、でそうなったら、何で起業したいとかなかったんですよ、はい、要は自己実現に向かうために社長になるんだって決まってたので、はい、何したいがなかったから具体化進まなかったんですけど、やっぱ営業が好きだし得意だし求められること、はい、ということだったんですが、分かったんですよね。やっと31人で分かったんですよ。なるほどなるほど。一回離れて分かったんですよ。あ、なるほど。その生産管理という仕事をした時に、はい、営業気づいたというか、はいはい、営業もう一回戻った時、はい、なので、まあ、営業に困ってる人や会社に、はい、お手伝いした、うん、そうなってから一気にこういろんな会社のスタートアップとか地域事業の、はい、責任者の方、はい、営業相談乗るようになって、はい、で実際に前最初に話した1社目の時の、はい、自分でいろいろ探すような営業やってたので、はい、要はスタートアップとか新規商材の売り方を一緒に考えて動くっていうところが結構ハマってたんですね、はいはいはい、なのでそこのアドバイザーをちょこちょこやって副業みたいな形になって、はい、ベースができて独立してフリーランスになり、はい、その後会社化したっていうそんな経緯が。なるほどなるほど、はい、じゃあもうその社長を目指す中で得意なこととか求められていることっていうのをこう、はい、まあ、整理していったら、これはもう営業にまつわる会社にするべきだと、はい、で、まあ、もちろんそういった、まあ、今までのご経験の中からその仕事としてこうつながってきていることもあるしと、はい、じゃあこれも会社にしようと、はい、でそこからはもうじゃあひたすらというかその営業支援をどんどん極めていくような形、はい、まあ、先ほど研修というようなお話もありましたけれども、はい、まあ、代行っていう直接やることから研修、まあ、コンサルティングみたいなことも含めてなんですかね。そうですね、はい、なのでちょっとこうかなり 回り回って回答になっちゃうんですけれども、はい、最初本当はアドバイザーというか話を聞いて、はい、自分だったらこうするよっていう話だけをしていたんですけど、はい、やっぱりアドバイスだけだと、はい、知ってるけどできるとは限らないって、はい、よく言うじゃないですか、はいはい、まあ、ほとんどそのパターンが多いんですよね。そうです。なので、はい、やってほしいとかやって形作ってくれって話になってくるので、はい、自分でやって形を作って教えてあげる、はい、でそれをだんだん人入れて人にやってもらって、はい、っていう形にしていって代行の形が出来上がって、代わりにテレアポするとか、はい、代わりに商談するとか、うん、そういうことを、チームで任せてもらうものを、はい、まあ、10個ぐらいですね同時に回してるっていう、はいはい、そんな感じで運営してます。なるほど。まあ、これからはもう営業って言ったらそういうスペシャリストの会社さんにお任せする、まあ、もちろん世の中にはいろんな会社さんがあって、はい、まあ、全ての機能を全部持っていればいいのかもしれないですけど、はい、でもやっぱり開発中心だったりとか、はい、サービス中心の会社さんなんかで言ったら、はい、まあ、製造中心という会社もあると思うんですけど、はい、営業チームっていうのを自社で育てて自社でこう伸ばしていくって結構大変ですもんね。そうですね。はい、結構大きい会社の新規事業とかの仕事が結構多いですね、はいはい、あ、確かに確かに。新規事業になると大きい会社であっても機能としてはそこがないわけですもんね、はい、そうです。本当に、なんか責任者の方一人でやっていたりとか、はい、2、3人チームみたいな感じでやっていたり、うん、はい、あとは会社によるんですけど、はい、マーケティング強い会社はマーケティングでお金でこう問い合わせを集めて、はい、まあ、インサイドセールスが入
対応してこう見込みを育っていくっていうのを、はい、まあ、やってる会社多いんですけど、それって結局マーケティングで届いて問い合わせ来る会社って、はい、まあ、お悩みが分かりやすくて検索される数が多くて、はい、たどり着く人だけっていうふうに、ね、やっぱ限られちゃうんですよね、はいはい、でもちょっとその検索しないけど悩んでる人たちの方がおそらくいっぱいいて、はいはいはい、でそういう人たちを新規商材だとやっぱり声かけていかないといけない。そうですね、だってな気づいてないんですもんね。気づいてないんですよ、はい、だから検索もしないし、そうなんです、はい、でそういう人たちにどうっていうのを声かける、はい、でこれをやったことがある人が会社にいないとか採用できないとかっていうのでお願いされるケースが多い。なるほどなるほど。特に新規事業系だとまだニーズに到達してないシーズぐらいのものだったりすると、はい、まだ一件持ったことないとかあります、ね、あ、そう、そうですよね、はい、で買う側もにそれに気づいてないから、はい、言われて初めて、あ、確かに困ってたんですよ、はい、みたいな、まあ、そういうのってこっち側から提案型でどん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 やっていかないと、はい、まあ、掘れない、掘り起こせないというかということですよね、はい、あ、非常に腹落ちしました、はい、あ、なるほど、そういうところがまずすごくある、はい、ニーズとしては今あるということですね、はい、めちゃくちゃ泥臭いところを全部やるって感じですね、はい、あ、いやいや、でもそれってやっぱりそこに勝機があるというか、はい、やっぱりもうみんなが気づいてやってることってもう今更って話だと思いますから、はい、まあ、ちょうど堀さんがこう営業経験を通じて まさにこう気づかれたこともそうですし、お客様が一番望んでるっていう部分も多分そこになるんでしょうね、はい、なるほどなるほど。そこからでもこうセールスのコミュニティに広げていこうっていう、はいはい、まあ、逆に言うとコミュニティの名前が会社の名前っていう、まあ、これちょっと逆なのかもしれないんですけど、はい、そこら辺ってどういうふうなご発想だったんですか。独立とかフリーランスになるとか副業をやってたみたいな時に、はい、外のイベントに顔を出すようになっていたんですね、はい、例えば経営の勉強会とか、はい、営業職の人が集まる営業勉強会とかっていうのを、はい、まあ、いくつか行っていた時に、はい、最初はですね、他の会社の営業とかは別に、うんうんうん、なんかあまり興味なかったんですね。まあ正直その何ですかね、営業をやってた時とか、はい、起業しようとした時は、はい、やっぱ経営者の人だけに会いたいぐらいだったんですよ。名刺交換見て営業とか、なんだ営業かみたいな。あ、でもそれって結構やっぱ営業の人とかって、ね、はい、あったら、はい、社長だったら営業したいなとか、はい、やっぱあると思うんですよ。そうですね。でも本当にもう20代とか30の頭ぐらいもそんなやつだったんですけど、はい、ただ営業の人がいた時にちゃんと話してみたんですよね。はい、営業好きなんで、はい、どんな営業なのかな。はい、っていうのを深掘りしていったら、はい、めちゃくちゃ面白かったんですよ。なるほどなるほど。どういう業界なんですか、はい、どんな商材なんですか、それ何のために売ってるんですか、はい、それってこう、これなんか代替するものとかあるんですかとかって根掘り葉掘り聞いていくと、はい、あ、こういう商品がこういう課題を解決するんだとか、こういうビジネスモデルがあるんだとかっていうのがすごい頭に入ってきて、はい、あ、これちょっと待てよ、いろんな営業の人の話を全部聞くと最強の営業になれるなみたいな、はいはい、まあ、それたまたまあった回でそうなっただけなんですけど、はい、探したんですよ、他にないか、はいはい、なかったんですよ。なるほど、はい、なるほどなるほど。 Facebook グループはちょこちょこあるんですけど、はい、宣伝し合う場所になっていて、はい、直接営業の人と話せない、はい、なので自分で営業コミュニティを作って勉強会で人を集めて、はい、なんなら交流会もして、はい、で一度その、100人ですね、コロナ前に100人の営業を集めた交流会とかやったんですよ、うん、めちゃくちゃ熱気ムンムンでですね、はい、めちゃくちゃ盛り上がったんですよ。営業100人って、まあなんか言い方難しいけど、ムンムンだし、もう相当ですよね。なんかもう、はい、一歩間違えたらちょっと熱っみたいな、激熱な感じ。激熱でしたね。今考えると12月だったんですよ。はい。3、4年前の12月なんですけど、はい。クーラー入れました。うわー、そうですか。はい、いや、いいな。僕もなんかすごい聞いてるだけでもワクワクしますし。はい。で僕も結構似た経歴をたどっていて、まあ、僕はたまたまキーエンスっていうベンチャーで、はい、まあ、今はもう全然ベンチャーじゃないんですけど、本当にそこでもう僕は逆に言うとたまたま営業になって、はい、でまあキーエンスを卒業した後にも、まあ、僕も本当はものづくりやりたかったんだけど、はい、やっぱ営業の方がサービスとしてこう声がかかることが多くて、はい、まあ、たまたまのような形でセールスの支援を始めてコンサルティングを始めて、はい、で僕もまさに実は代行とかねやってたんですよ。テレアポから、もっと言うと僕らは、はい、マーケティング全体で言うと展示会のデザインから、はい、コンパニオンさんの派遣とか、もう本当に
なんていうんですかね、はい、営業部、マーケティング部をアウトソースするようなことをまるっとまあやらせてもらったりも していながら、はい、で、僕はやっぱりそれを途中から、やっぱりどうしても、もともとが僕はものづくりが好きで、はいはい、車とかバイクが好きだったんで、まあそっち寄りになっちゃったんですけど、はい、今逆にやっぱり営業が好きで、はい、ただ僕はあの逆に、あ、ここが違いなんだなと思ったのは、はい、年齢が高かったんで、コミュニティを作るというのも今やってはいるんですけど、どっちかというとこうなんかこう教える側になっちゃったんですけどね。はい、あのコーチングみたいなことがメインになっちゃったんですけど、はい、今お話聞いててもそのコミュニティに参加したいんですもん。あ、もうぜひ。もうなんかで本当におっしゃるように、僕もその営業のコミュニティって見つけようと思ったらなかったんですよね。はい、なくて、で営業さんって意外とやっぱりそのなんだろうな、情報交換する場もないし、なんかその普段のこうストレスをこうまあ、言い方あれですけど、愚痴を言い合う場所とかも意外になくて、はいはい、そうです、はい、で競合他社さんとかと喋っちゃいけないみたいなのもあるから、はい、なかなかこれがコミュニティって多分作りづらい何かがあるんですよね、はいはい、でそれをあえてやっぱりこう横串を入れに行ったっていうのはまあすごいことだなと思いますし、やっぱ職種として営業っていう職種をやっぱもっと盛り上げていくというか、営業シーンをですね、はいはいはい、これはすごいいいですよね。ありがとう。はい、そのコミュニティはあれなんですか、もうどんどん入れるんですか、はい、営業をやってる人は。あ、そうですね、今あの Facebook グループなので、はいはい、申請いただいて、承認すれば入ることができるんですけど、はい、どこの会社の誰々で、はい、何に興味があるっていうそのアンケートをちゃんと置いてるので、なるほど、そちゃんと答えてくれた人でちゃんと調べて問題なければ入れるっていう感じで、はい、あ、でもいいですよね。あの本当に営業のお仕事って僕もすごく楽しいと思っていますし、はい、あのそういったコミュニティにまた参加することによって、はい、刺激にもなるし、はい、逆に悩みも聞いてもらえるしっていうことで、なんかめちゃくちゃいいですよね、はい、ありがとうございます。はい、ちなみに古さんが考えるその営業の本質というか、はい、まあ、そのコミュニティなんかでもいろいろお話が語られることがあると思うんですけど、はい、まあ、どんな形で捉えてらっしゃるんですかね。あ、はい、そうですね、はい、対峙した人の、まあ、役に立つっていう、まあ、一言で言うとですね、はい、仕事だと思っていて、はい、売ろうとするから売れないと思うんですよね、うん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 、最終的に売るじゃなくて売れる、一つポイントがありまして、はい、繋がるんですよ。今の僕の姿を向こう見てるんですね。本当に困った時にまず聞く人の第一候補に上がるっていう、これめちゃくちゃ大事なポイントです。